皆さんこんにちは、水泉のタカです。グーです。で、これ今日の企画はですね、はい、バーって言ったくない、まあ、過去に、ね、バーって解決してるやん、うん、過去の動画で、ね、あれって個人戦やったら、うん、今回はチーム戦、チームプレーチーム戦、ワンチームリズム、この3人でワンチーム、チーズゴー、リズゴー、リポジプタンデー。いや、今回はチーム戦で、チーム戦っていうかね、チームでやるまで、成功するまで終われないっていう企画で。なるほど。何をやるんですか。バーって3人同時で当てるまで帰れません。なるほど。まあバーって多分1人当てるぐらい多分簡単やね、俺ら。余裕だよ、当てるぐらいやったら。ただ3人同時にせーのでボールをバーンってやって、あ、なるほど、当たらない、同時に蹴った時に3人が当たればいい。3人が当たらない成功とはなります。ちょっと難しいから、ね、だから当てる外せたらバメって。いや、お前や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 、さっきから痛い痛い痛い、アップ中な、アップ中。足だけ引っ張らないでください。それでは行きましょう。上手に振り返られて、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 上
サッカーの練習に多分俺しか持ってないこれレアです。サンサンプトンの練習着持ってる男。うわぁ、まあいやそれハダーズフィールド。どこやねんどこの国やねん。いやまあ余裕よ、俺らのレベル余裕ですね。ちょっと僕が外しすぎましたけどね。ちょっと思ったより早く終われたな。確かにロング企画やと思ってたけど、皆さんもチャレンジしてみてください。3人でやったけど多分5人とかでやってもらったらもっともっと。確かに超えていけばいい。それではまた次。またね。